はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、史上最強デッキを作ってきちゃいました。はい、理論上最強です。理論上最強。なんでか、遊戯王っていうのは手札誘発っていうカードがめちゃくちゃ強いじゃないですか。手札誘発と呼ばれてるカードたちがね、まあウルララとか増字とかね、このデッキ見てください、手札誘発しか入っておりませんメインデッキですよね。メインデッキ40枚のうち、40枚が手札誘発と、なっております。これね、何がやばいかっていうと、もうこれ今までも作ってきたんですよ、あの手札誘発のみデッキバージョン 1.0 2.0 作ってきたんですけども、こいつらが手札誘発であり殴れるんですね今まで手札誘発のみデッキっていうのはマジでアタッカーがいなかったんですよ。アタッカーがマジいない。まあ、村雲とかね、あやめの創建士ちゃんとかをなんか頑張って出してたと思うんですけども、これ、こいつらが、殴れる手札誘発なんですよ。まあ、光闇モンスター除外してね、前に出てこれて、で、しかも2500打点があると、さすがに強いでしょ。ということで、手札誘発である B ステッドを全部積んで、あと、普通に手札誘発強そうなやつ積んで、今回は、この最強デッキで相手の心をバッキバキに折っていこうというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はい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 、全部手札誘発当たり前だけど、当たり前だけど全部手札誘発採用率 87.8%。 あー増字が通らない、うざい。ウララとかいう幼女マジで禁止にしてくんねえかな。そしたら俺がきつくなるからだけが、手札誘発のみデッキがきつくなるから、やっぱ今の発言撤回するわで、まあ一応ビーステッドマグラムードさんいるんで、まあ融合は阻止できるとは思います。はいはい、サクラですね。先ね、一回サクラぶち込んで、でキトカロス吹き飛ばせば融合できないんじゃねえか説あるの。これレイノハート握ってたら一応カレイドは出るのかな。まあ、でも俺キトカロスがきついでしょさすがに。はいはいうるさい、すいません、うるさかったらすいません。村雲のオロチ発動、これでまあ一応レベル3チューナー召喚してから11進化とかもできます。サイコエンドパニッシャー一応入ってるんでね、私のデッキ。あ、いらな、マジでいらねえ。クソバワー来たわ、クソいらねえ、クソバワー来たわ。これはこれ除外してあげればもう一生出ないでしょモンスター。これちょっとハーフニス除外してマグナムウッド出すわ。まあサリークであろうとなんだろうと、今あのクセカード別に機能してないから、多分あれ多分機能してなくて、オッケーオッケー。でバトルフェーズ入るでしょ、でこれでぶん殴ればいいから、もうこれ融合素材なんだろ足りない説あるね、これ相手。あー、まあまあまあ、サリークはいいわ。でサリークはいい。でも打つんだ、サリーク打つんだったら、こうマグラムウッド着地の効果にチェーンして打った方が良かったとは俺は思うけどね。あ、まあ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 。で、モンスター無効になったけど、もう発動してる効果なんで、エンドフェーズサーチョン入りますよ、これ。これ多分チェーンした方がいいっすよ、今の。という相手に助言も与えていくスタイルでいきましょう。これ、ユニコーン。した方がいいかな。相手さ、いやこれサリークめんどいんだよマジで。これ次のターンさ、トップでティアラメンツ引かれてサリーク起動されると融合され、あでもされねえか、キトカロス除外しては一応バウンスしてこう。あ余ってるし、でちょっと今お前のその試合でシェイレンもらうわ。ちょ一回シェイレンもらって、でこれカオスハンターちょっと今マジでいらないから一回コストにするわ一旦コストにするわ。で、あのサリークは一応バウンスしておく。まああんまり関係ない気もするけど、まあ、オチを食ったところで、そもそもサリークでオチを食ったときはあれが出ないから、キトカロスが、だからレイノハートからのカレイドハートがめんどくさいもんな。それはそれであんま関係ないから、レイノハートだったらどっちにしてもいいじゃんとかあるな。出しとく意味はない。マクセスは出しに行かない方がいいよな。これクライムでね、あークライムとかサリークでなんかサーチされる未来がもう見えるんだよね。
もうなんかティアラメンツのバッグ割っちゃいけない、マジキモいわ本当にマジでキモい、それが本当にキモい。うん、なんかさ普通の遊戯王のさ、なんて言うんだろうな、基本というかさ、相手の伏せカードとか割ってから動くとかあるじゃないですか。割って動いたら余計やばいことになるっていうのやばくない？カードのデザインとして終わってるよね、もう。まあ、とりあえず、クムラクモノロチの効果発動していく。まあ、これは出していいでしょう。もうなんか、なんならもう効果使わずに流れが、殴るが正解。あのデッキは。殴るぞ、俺は。アクセスコールとか出さないからな。一切。もうまんま殴るからな、バトル。ほら、くらえよ、ほら。よし。ほらくらえ。オッケー、手札誘発。飲みデッキなめんじゃねえ。なんでかって殴れる手札誘発が来たからな。あまりにも最強対戦ありがとうございました。殴れる手札誘発がマジ強えな。あーはい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 、ああぼっちメーター死ぬほどあってくさ。ぼっちの子が3回くらい止められそう。あーペルレイの強い。ティアラメン対ティアラメンツに対する、あの効きそうな誘発は今手札に4枚くらいあるぜ。カオスハンターマジいらねえな、これビンステッド対策になるかなと思って入れてんだけど、これなんかあんま使わねえな、これあんまり使わない感はありますね。はい、でムドラ、アルバスメイル、あーオッケー、メイルか、どっから行こうかな、どっから行こうか問題なんで、まあ、無限包囲を打ちたいからちょっとさすがに盤面に並ぶモンスターはあんま出したくねえな。ちょ一回屋敷わらし行くか。うん、わらし行くわ。でわらし、まあ、これ破壊だって言われてたらしょうがないから B セット出すしかないかな。あーオッケーで、これまこぼちこがメイル向こう融合させない、一回目融合させないで、まだでもチェイレイから入ってるから多分テカトになるんだ。でだよね、やっぱりな、そうだと思ったわ。はいはい、でレイのハート効果でハウフニス落とす、でハウフニス効果、これキトカロス出させない方がいいよな、さすがに。スカイマイスターで、マイスタースカイルをマイスターしていく、これによって墓地のカードの効果を無効にしていく。一生融合させないスタイル。2回目の手数を潰していく。だからこれランク4できるか、一応リダンからの融合を狙いに行く、でリダンから融合を狙ってシェイレーン効果にビーステとマグラムードだな。めちゃくちゃボチベ出してて草なんだけど俺。エンド癖もねえし、ねえの。バグースかもねえんだこれ。なんかあれかな、エクスタ削ってるやつかな。あ、そっか、アルバス入ってるから楽に帰ってるか。なるほど。まあ、マクラムータはじゃあ出すか。エンドフェイザーからいいよね、別に。ハウフニスだったらやばいか。いや、ハウフニスはちょっとあったらやばいけど。ハウフニスだけ裏目。まあ、そんな全部持ってるやついないっしょ。そんな全部持ってたら怒る俺。あームドラか、なるほど、はい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 、なるほどね。いいよいいよ全然いいよ、ムドラで戻すのはいいや。これでムドラ使わせられたから、まあ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 みたいなとこあって、はいはい。で U5 歳が墓地を、からデッキに戻っていく、問題はない。まあマクラムートはまあ別にいつでもまあ出せるっちゃ出せるから多分、まあ今はもう出せないけど、はい、いいでしょう。でペルレイノがめんどくさいんだが、とりあえずマグナムート出しに行ってよくて、スカルマイスター除外で特殊召喚、はい、でマグナムートこうハウフにすだけやめてるけど、全部持ってたらもう怒るからな。オッケーオッケーオッケー、ない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 、よし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 、まあこっちオッケーでメイン2入ってセット。無限2枚結構きついんじゃない、エンドで、マグラムート効果発動、手札に加えるのはもちろんドルイドブルーム、ファンタズメイも加えられるの面白いよね。ファンタも加えられるのはなかなか、まあ、リンクテーマにはそこそこ強いみたいな。マグラムートマジで制限の意味めっちゃわかるわ。このカード3枚あったらマジ終わってる遊戯王。ああマジでマグラムート3枚詰めたらどんだけ強かったことかって感じ。相手の墓地メタって、あー、ま、あーとね、キットはね全然無理だね。相手の墓地メタって後続持ってきてでかいのでとか意味わかんないから、このマグナムートとかいうモンスター
なんかあのビーステッドの中でも群を抜いてる性能が本当に。なんか他のモンスターがレベル5ぐらいなんだけど、なんかこいつだけレベル50ぐらいあるから性能的にはね、絶対無限砲よあれ。あれ絶対無限砲よあれ。この戦列にセットしても絶対無限砲でしょ。こんな来ちゃう、こんな来ちゃいます。まあ1体出していいんじゃない。1体出して良さそう。ビーステッドドルイドブルムからいくか。これちょっとシェイレーン除外して融合さえ消しといて、もうとにかく墓地に融合さえなかったらいけるからね、このデッキは。でまあバトルフェーズ入ります。はい、あ、じゃあ一応ドルイドブルムの方がよかったな。これドルイドの方が一応除外効果持ってるから、ドルイドの方がよかったかもしれない。まあでもあんまどっちしてもいいや、いつでも出せっからいいや別に別にいつでも出せるからいいや。闇、まあ一応あれか、あのユニコーンしといた方がいいか。ユニコーンしといた方が良さそうだな。ドルイドブルムちょっと墓地送っちゃうのもったいない気はしないでもないが、まあ、一応トロイメアユニコーンでカオスハンターマジでコストにしかなってないな。このカードは別になくてもいいかもしれん。そんなに使ってないじゃん。手札金の結構重い普通に。でユニコーンでぶちかましていく。おいおい、その伏せカードは、まあ、多分無限保養だと思うんだけど、まあ、一応バウンスさせてもらうね、めんどくさいので。はい、でここ OK で、ま、もう一枚無限包容あって、バルドレイクあるから多分なんとなるでしょう。多分なんとなる。うん、さあかかってこいよ。どうした、ティアラメンツ楽園開幕あぶねえ、コストがティアラメンツだと終わってたはいはいはーい強え、このデッキ、このデッキ普通に強くて草なんだけど、なんかさ、いつもさ手札誘発のみデッキさふざけて作るとさ、もうこれバージョン 3.0 なんですけど、マジ弱いんすよ。はっきり言っちゃうけどマジ弱いんすよ。ゴミなんすよ今までの手札誘発デッキって。本当に殴るもんじゃなくて、なんかビーステッドきてめちゃくちゃ強くなってる。そこそこ勝てるんだけどそこそこ勝てんのおもろくないこれ。こんなクソいえなさ、なんかデッキのお兄さんが殴れるからさ、誘発がなんか死んだけど誘発が殴れるんですよこのゲーム。やばくないっすか、意味わかんないっしょ。はい、ほらほらボケがよ、なめんじゃねえぞなめんじゃねえぞ、こらほら行け、風をつかめ、アクセスコードトーカー。サロニール意味ない、サロニールで送って強いカードないんだよね。テクサー誘発しかないから、デッキの中に。打点5300、プルルルルルル、効果発動。闇属性モンスターをゲームから除外し、アルベルを破壊。そしてアルベルを除外し、あらあらベーステッドバルドレイクつえこれ最強一気に来た、マジで最強一気です、これが。はい、そこそこ勝てます、そこそこで対戦ありがとうございました。いいいいいい、非常にいい、これは非常にいいぞ。アトランティスの戦士、海デッキじゃないこれ。いやこれ海止めた方がいいんだよ、海デッキは海デッキだ、海デッキはマジで海のサーチは止めないといけないと言われてるから、本当にこれ。まあ海で貫通されることはたまにあるんだけど、まあ、でもエフェクトフェーラーあるしな。あ、フィサリアか、なるほど。いやこれエフェクトフェーラーからのあやめの双剣士ムーブできるでしょ多分、さすがに。でフィサリア、はい、でエフェクトフェーラーぶっ込んで相手の効果無効にしていくってことは、なんかなんかいるな、水属性モンスター。うーわきっつ。いやまあじゃあ増人投げるか。いやでもこの時増人あんま刺さんないんだよね、特殊召喚あんましないと思うんだけど、まあ、フィサリア何出てるか分かんないけど、多分あんまり出てこないんだよね、まあ、これでシーラカンス特殊召喚みたいなこと言われたら結構あれだけど、はい、で何が出てくるか問題。うわー、一番綺麗に起きちゃった、
一番きめえわっていうか、やばいの水属性だから全然光で闇入ってないってことね。ビーステッドマジ出せねえっていう。やべえ来ちゃった。バルドレイク君今ね、君ね意味ないんだよね。今君意味ないんだよ今ね。なんとね、お互いの墓地に光も闇もいないから出せないんだよね。あとシーステマジきつくね。これシーステこれでどう突破すんだ俺。普通にやることないんでエンドするんですけど、え、ちょっと待って、光闇使えよ。お、光属性と闇属性使ってから頼む。せめてやばいって、一面も刺さってないから手札言うはずが。お、ふざけんな。お前何も使えねえじゃねえか。おい、どうなってんだよ。5分の5使えない、どういうことだおい。光闇使えや、光と闇属性使えや。